こんにちは、ブティック社です。今回は2024年4月26日発売の大人の簡単ソーイング2024夏に掲載している作品をスタッフが着用しながらご紹介します。大人の簡単ソーイングとは、年に2回ブティック社から発売しているお洋服が作れる型紙作り方付きのレシピブックです。本のタイトル通り簡単に手作りができる本なのですが、着心地やトレンドも考慮しているので、どれも作りたくなるアイテムばかりです。いくつか作品をピックアップしてご紹介いたします。一番最初にご紹介するのは3ページナンバー2、ギンガムチェックのワンピースです。こちらは表紙の作品にもなっています。私は身長161センチです。今回は全て作品は9号を着用しています。ふんわりゆとりのあるサイズ感です。高めのウエスト切り替えになっていまして、こちら少し高めになっていると足長効果が期待できます。スカート部分はたっぷりギャザーが入っています。こちら前だけでなく後ろにも施されています。ギャザーがあることによってふんわりとしたシルエットが表現できています。また、両脇にはポケットがついています。この位置に脇の部分に両脇ポケットがついています。襟元はボートネックになっています。後ろは空きがないのですっぽりかぶって着るタイプです。身ごろ続きのフレンチスリーブになっていて、一番太い部分が隠れるような袖丈になっています。もう一度全身でご覧ください。4ページナンバー4、スタンドカラーのシャツワンピースです。こちらも9号を着用しています。裾は両サイドとも深めのスリットが入っていまして、今風な仕上がりになっています。前ボタン開きでこちらにギャザーが寄っています。後ろもギャザーが寄っています。後ろはこの辺りに乗っているんですが、ここにギャザーが寄っていると腕を動かした時に動かしやすいようなデザインになっています。襟は小さめなスタンドカラーがついています。袖は身ごろ続きのフレンチスリーブです。こちらですと袖付けの必要がないので、パーツも少なく比較的簡単に仕立てることができます。ワンピースとしてはもちろん、このようにパンツを合わせてもおしゃれに着られます。ウエストにベルトもしてみました。パンツはこの深いスリットで少しチラ見せができるので、これもまたちょっと抜け感があっておしゃれに着られると思います。それではもう一度前後ご覧ください。ページナンバー5、セーラーカラーのワンピースです。身長161センチで9号を着用しております。着用イメージはこの通りです。こちらウエストで切り替えがありまして、片側に3つタックが入っています。こちらもです。前だけでなく後ろにもタックが入っています。タックを入れることによって裾広がりのフェミニンなシルエットを表現できています。こちらはオフホワイトにネイビーのストライプが入った生地なのですが、程よい厚みがあるので透け感がなく安心して着ることができます。こちらサイドにポケットもついています。こちらはこのワンピースのポイントにもなっているセーラーカラーです。こちらはこのようになっています。
ボタン開きのデザインなどもポイントです。もう一度全身でご覧ください。17ページナンバー12、チェックのジャンパースカートです。胸元は大きく V に開いています。こちらがあることでお顔をすっきりシャープに見せてくれます。ハイウエストの切り替えで片側に3つタックがあります。こちらもあります。後ろにも施してあります。ポケットは両サイドこちらについています。スカート部分は直線のパーツなので布に直接書いて裁断することができるので、とても簡単に仕立てることができます。こちらはコットンとポリエステルのコンボ地になっています。ですのでシワになりにくいのが特徴です。少し厚手の生地なのでジャンパースカートを作るのにもぴったりの素材です。それでは最後に全身をご覧ください。18ページナンバー13、サロペットスカートです。カジュアルな印象のサロペットですが、こちらはサテンを使っているので少し光沢感があって上品な印象です。ここに切り替えがあって、スカート部分はギャザーがたっぷり寄せられています。柔らかなサテンなのでひらひら軽やかな印象です。大きなポケットが両脇についています。華奢な肩紐がとても可愛らしい印象です。前当てはこのようなデザインで、後ろはこのようになっています。ではもう一度全身前後でご覧ください。27ページナンバー20、スモックブラウスです。こちらのブラウスはボリュームのある袖が可愛らしい印象です。袖口にゴムがあるので、もちろん長袖で着ても可愛いですし、このようにちょっと腕あたりまで引き上げて、このように着用しても可愛らしく着こなせます。着丈はお尻が隠れる着丈です。ふわっとゆとりがあるのでストレスなく着られます。首元にもゴムが入っているので、ギャザーが少し寄ってふわっとした印象に仕上がっています。布地はギャザーが映える柔らかいコットンクレープで、凹凸感があるので肌離れが良くて涼しく着られます。もう一度全身でご覧ください。19ページナンバー23、ストライプブラウスです。とてもシンプルなのでコーディネートに合わせやすいアイテムです。シンプルだということはとてもパーツが少ないので作りやすいといった面もあります。爽やかなストライプ地を使用しています。一番のポイントは綺麗な裾ラインです。前から後ろにかけて長くなっているテールカットで今風に着こなすことができます。袖は肩先が落ちているドロップショルダーで、丈は肘が隠れるぐらいの袖丈になっているので、ちょっと気になる部分が隠れるような着丈になっています。もう一度全身でご覧ください。30ページナンバー24、たっぷりケープカラーのブラウスです。
なんといってもボリュームたっぷりな華やかな襟元が特徴です。キャザーではなくタックで縫い付けられています。前はもちろん後ろも同じように華やかな印象です。後ろはスラッシュ開きになっています。全身で見ていきましょう。着丈はスカートにもパンツにも合わせやすい着丈になっています。アウトにしてもいいですし、インにしてもまた違った印象で着られます。55ページナンバー39、ポケット付きのジャケットです。ナンバー6のワンピースの上に羽織ってみました。こちらのジャケットは襟は特別に切り替えて作っているわけではないのですが、折り返ったことにより襟のように見えるデザインです。袖は長袖で、袖口にゴムが入っています。腕まくりをして着用するとまたこなれた印象で着回せると思います。両サイドにはポケットがついています。裏地のない仕立てで見返し仕立てになっています。そのためとても軽い着心地です。これからの季節は、軽いアウターとして、または、冷房対策に使っていただけるかなと思います。それでは最後に全身見ていただきます。65ページナンバー44、カーゴパンツです。トレンドのワイドなシルエットのパンツです。サイドにはフラップ付きの大きなポケットがついているのがアクセントになっています。こちらは両方についています。こちらのポケットは本当に物が入れられるような仕立てになっています。他にポケットがサイド、こちらに2つ、あとヒップ部分にも2つ施してあります。涼しく着られるリネン素材を使っています。ウエストは前から後ろにかけて総ゴムの仕立てになっているので着心地は抜群です。全身を見ていただきます。68ページナンバー49、カシュクールワンピースです。こちらはまっすぐ縫いの服というテーマに含まれているお洋服で、全て直線パンツでできています。型紙作りが必要のないアイテムで、布地に直接線を引いて裁断することができる、簡単に手作りができる作品の一つです。デザインは重ねてあるカシュクールのデザインになっています。ウエスト部分に切り替えがあって、スカート部分にはギャザーを寄せているので、とてもフェミニンなシルエットです。布地は野花プリントでくすみカラーなので、大人服にもなじみます。コットン 100% で柔らかな布地です。こちらの作品の着方は、まず左の前を右の脇に持ってきます。ここで紐で結びます。これで次にこちらの右の身頃を左の脇にある紐と一緒に結びます。このようにして着用ができます。全身を見ていただきます。69ページナンバー50、タックスカートです。こちらも一つ前の作品と同じで、まっすぐ縫いの服のテーマでご紹介しています。スカートのパーツは直線でできています。ですので型紙作りの必要がありません。
布地に直接線を描いていただいて裁断ができるようなアイテムです。手書き風の大きなチェックで夏らしく着られます。こちらの布地は程よく厚みがあり透け感がないのでボトムを作るのに1枚で作れます。ウエスト部分には一方方向に大きなタックを施してあります。ウエストはゴム仕立てでとても着心地がいいのが特徴です。全身を見ていただきます。74ページナンバー52リボン付きチュニックです。エキゾチックなプリントがおしゃれなチュニックです。ゆとりのあるシルエットでストレスフリーで着心地抜群の一着です。私は身長161センチ9号を着用して膝丈くらいです。胸元にはリボンがついていてこちらを結んで着用します。袖はドロップショルダーになっていて袖丈は肘が見えないくらいの袖丈になっています。それでは全身見ていただきます。77ページナンバー57ハーフパンツです。夏の日差しに映える爽やかなホワイトを使いました。厚手のツイルなので安心して着用することができます。もちろんそのままでもいいですがロールアップすると軽快な着こなしになっておすすめです。ウエストはゴム仕立てでとても着心地がいいです。サイドにポケットが2つあるのと後ろのヒップのところにも2つポケットがあります。それでは全身見ていただきます。86ページナンバー62ショルダーバッグです。大人の簡単ソーイングではこのように小物も掲載しています。パーツが少ないのでお洋服より簡単に作ることができます。小物から挑戦してみるというのもおすすめです。こちらは、ショルダーバッグになっていてたっぷり物が入るようなデザインです。太めのショルダーがデザインポイントです。最後にご紹介するのは87ページナンバー63バンブー持ち手のバッグです。持ち手の部分が夏らしいバンブーでおしゃれなバッグです。こちらはパーツが直線でこちらも布に直接線を描いて裁断することができます。まっすぐ縫うだけなのでとても簡単に仕立てることができます。作品ですとボタニカル柄で作っているのですが夏ですと浴衣に合わせるように和風の布で作るというのもおしゃれで素敵だと思います。着用してデザインをご紹介いたしましたがいかがでしたか。大人の簡単ソーイング2024夏ではお洋服と小物合わせて78点の作品を掲載しています。こちらの本は書店や手芸店またはインターネットの通販で購入することができます。ぜひご覧ください。